水勢天皇、水勢天皇、水勢天皇、神武天皇29年、水勢天皇33年5月10日は、日本の第二大天皇、在位、水勢天皇元年1月8日、水勢天皇33年5月10日、日本書期出の名はカミティング長和寺天皇。決死八代の一人で、実在性については諸説ある。略歴神山といわれ彦の天皇、神武天皇、の第三王子。母は今年ろ主の神の娘の姫たたらい鈴姫の御子、と日本書期 道母系にかむやいミミのミこと、オミみ当初氏族の祖、古事記、では加えて道母長系に彦こやいのみこと、日本書記なし、まむたれん、てしまれんの祖、の名を挙げる。神武天皇42年1月3日に立体し、父みかが崩御した3年後の11月、異母系のタギシミミのミことを中殺。翌年の1月に即位してかつらぎ高岡宮、かつの高岡宮、に宮やを移す。 同年7月今年老主の神の娘で天皇本人の叔母、母の妹にあたる伊鈴より姫の御子とを皇后として式津彦玉手漢村後の安寧天皇を得た即位33年宝御明神ティング長和寺天皇神沼川美美のすめら御子と日本書初期神沼川美美名神沼川美美の御子と古事記縦沼川美美名竹沼川美美の御子と古事記田岸美耳の御子を殺したことによるな 寒風死号である、水贅は、8世紀後半に大海の御船によって先進された名称とされる、水も、安しも、安らか、のいであり、水贅で、安らかに落ち着く、のいになる、水贅は中国三国時代について書かれた歴史書三国史に由来している。君その茂明,明徳、州の言い,いさを慶福王名、水贅司法。 自責神武天皇76年3月11日に父御門が崩御した際、友政の経験にたけていた諸兄の多義耳の御子とは行為につくため弟の亀井耳の御子とカミティング長和寺尊を外装とした多義耳の反逆。己うどし11月、この陰謀を知った亀井耳のィング長和寺兄弟は、神武天皇の三両を築造し終えると、旧淵彦に弓を、脇体部の甘つまらに矢尻を、矢部に矢を作らせた。 そして片岡、奈良県北葛城郡王子町、柏町、神巻町付近か、の大室に伏せっていたシミ耳野を襲い、これを撃った。この際、かむやい耳野は手足が震えて矢を射ることができず、代わりにカミティング長耳が撃て殺したという。かむやい耳野はこの失態を深く恥じたため、カミティング長耳が行為につき、かむやい耳野は天皇を助けて神義を司ることとなった。 即位後の辞席は、日本書期、古事記、ともなく決死八代の一人に数えられる年譜、日本書期、の伝えるところによれば、以下の通りである。機械的に西暦に置き換えた年代については、上古天皇の在位年と西暦対象表の一覧、を参照。神武天皇29年誕生神武天皇42年1月、立体史神武天皇76年神武天皇崩御、この時48歳神武天皇76年の3年後イボ兄のタギシミミノミコトを暗殺水贅天皇元年1月、即位。 葛ツ高岡宮に千と七月、伊スズよ姫の御事を立行水勢天皇二十一年一月、四季津彦玉手観村を立体し水勢天皇三十三年十二月、宝魚。去年は八十四歳、古事記では四十五歳という安寧天皇元年十月、十日鳥田岡上陵に葬られた宮宮、皇居の名称は、日本初期では葛ツ高岡宮、葛ツ木の高岡宮、古事記では葛ツ高岡宮、 宮の伝説地は、和名類受賞に見える山和国活城群高宮号と見られ、山和市、以来現在の奈良県五世市森脇周辺と推定される。同地には、桂木高岡宮津日、日が建てられている、北緯34度26分56.58秒統計135度42分43.93秒。量、霊病量、三笹、野縄は十日鳥田岡上漁、月田の岡野江の三笹。 区内庁により奈良県柏原市市場町の遺跡名、俗称、塚山、塚根山、に事情されている、北緯34度30分2.71秒、統計135度47分21.65秒。区内庁上の形式は円休。直径30メートルの円墳と推測される。 寮について、日本書記、では前述のように、東日鳥田岡上寮、古事記、では、小田岡、月田の岡の所在とあるほか、演儀式、書寮寮では、東日鳥田岡上寮、として町域は東西一町、南北一町、四古五バコで遠寮としている。しかし中世には荒廃して所在が失われた。元禄の探寮の際に諸説が生じ、自明寺町の水仙塚古墳、前方公円墳、墳九五55メートル、二水勢天皇寮が、原寮に神武天皇寮が否定されていた。 しかし幕末終了に際して改められ、明治11年、1878年、に元料が水税天皇陵に事情された。塩粉状であるものの古墳であるかは従来明らかでなかったが、平成29年度、2017年度に初めて実施された高校歴史学会代表者の立ち入り調査によれば古墳の可能性が高いと推測される。 寮のある柏原市市場町周辺では、昭和62年、1987年以降の調査において藤原経造営時に作兵された市場古墳群の存在が明らかとなっており、この古墳群と神武陵、水税陵との関連が指摘される市場古墳群、参照。また皇居では、宮中三殿の一つの高齢殿において他の歴代天皇、皇族と共に水税天皇の霊が祀られている。その他、阿蘇神社では、金行神、として12級に祀られている。 交渉実在性水贅天皇、第二代、から開花天皇、第九代、までの八代の天皇は、日本初期、古事期、二次席の記載が極めて少ないため、決死八代、と称される。これらの天皇は、知性の長さが不自然であること、七世紀以後に一般的になるはずの不死感の直系相続であること、宮やの所在地が前期古墳の分布と一致しないこと等から、極めて創作性が強いとされる。 一方で宮号に関する原点の存在、他の決死八代と違い行為継承争いの記述があること、年数のかさ上げに天皇代数の尊重が見られること、在位年数を2倍年ご読み、4倍年小読みで考えれば実際の在位年数16年または8年と現実性があること、四季あがた主や都市あがた主、春日あがた主との関わりが系譜に見られること等から、すべてを虚構とすることには否定する見解もある、詳細は決死八代を参照。 名称は風刺号である、菅布川耳、のうち、菅は後世に付加された美少、末尾の、耳、は神明の末尾につく、耳、と同義とみて、水勢天皇の現像は、沼川耳、ティング長耳、沼川耳、という名の川の神であって、これが天皇に作り変えられたと推測する説がある。 伝承南北朝時代の変とされる、新東州、によれば、水勢天皇には食人の趣味があり朝夕に7人もの人々を食べて周囲を恐怖に陥れたため、人々は近く火の雨が降るとの巨言を老子天皇を岩屋に遊兵して難を逃れたという。ペルシアの女子シシャーナーメに登場するボークンザ・ハークとの共通性を指摘する説もある、大林たら、神話の系譜日本神話の源流を探る。講談社1991年。